ゆっくりしていってね。かまし止め！おっしゃ、行くぞ！私こそが世界の、地球の、宇宙の大統領だ。始まりました。今回の第一試合の相手は G です。今回相手にしている G、 見た目がものすごく派手ですね。確か何かの格ゲーとコラボをしたあの時ですよね。コラボをした格ゲーを遊んだことはないのですが、この外国スーツは結構かっこいいですね。このアレコスはかなりに合ってると思います。あの裏回りをガードされると思いませんでした。ありますね。今の裏回りはほとんど癖がないことがないので、私と同様しています。画面飛びか、 G のキャッチン。はぁー、ダークなどを見せるのはありえないですね。何やっているんだか。先ほどのロープ投げミス、結構やってしまうんですよね。しかもここで、っていう時に、やめてほしいですよね。なんとわいわい。ラウンド2です。G の帽子が消えましたね。ダフンとランドにまで対応しているから、個人的には帽子がある方が困るです。この入っている間に大きなダメージを食らってしまいました。この体力差、なでしこを使って逆転できるかどうか。暴れからなでしこ呼びます。投げる方向に違えちゃった。前回は最初ミスが多いですね。画面端をキープできていればなんとかなったかもしれないのに。 Yes! We are the one! Final round!最終ラウンドです。今のは危なかったですね。ドロップキックが当たって切れてめちゃラッキーです。室内4での垂直が決まりました。さすがに2回連続で引くとは選択しませんでしたか。ですが G のブルゴージを棒読みから蹴ることができたので、このラウンド中にトンバー発動することはできないでしょう。これで G は逆転をするのが難しくなったはずです。G にガードが勝てるな。そしG の回避が出ていましたが、タイミングが合わずにイカの飛びが通りました。やはりイカの画面端の攻めは不能。なんと！無敵がない相手は攻めやすいっす。私の邪魔をするのなら消えてもらう。私が出なくちゃ始まらないだろ。第2試合の相手はニッチです。ニッチとは結構頻繁に対戦をしていて、対戦をするたびに、あれ、ナッチ嫌いかもと思わせてくれるようになりました。以前のようにほとんど対戦をする機会がない。幻のキャラクターであった頃にはわかなかった感じです。今後始める位置が少し遠かったですね。ラッキー、適当に出した攻撃に引っかかってくれました。出直しといて。ラウンド2です。当てにあったかな。これ、このナッシュの飛び火が出る。めちゃくちゃ強いので嫌いです。EX ムーンサルとか、ボーゲージがあればリバーサル安定ですよね。玉抜けできずにソニックスイルを踏んでしまった。ラブミンテンダーは恥で出したらダメですね。お手軽にラインを大幅に稼げるので適当に出しがちです。ソニックブーム不走だなぁと思ってたんだら見せられたでござる。ノーマルムーンサルとは音させていただきます。よし、運営コンドラッキー。これまでか。気に入ってもらえたかい。ナッシュに勝てる時と勝てない時との差が激しい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。はぁ、そろそろスト5のアプデが始まるな。なんかいろいろと迷走している感じがにじみ出ちゃってるな。いろいろと変わるアプデは最後の方ではなくて、
もっと序盤から中盤にかけてやってほしかったですね。さて、ぐちぐち言っていないで。もらったコメントを確認しようかのう。なになに？バーデイが見てみたいとな？バーデイってあれじゃん。ヤンキーっぽいし、動きのろいし、使うかどうかめちゃ悩むなぁ。どうしようかなぁ。やってみよう。うわぁ、なんでいきなり同キャラ戦をしないといけないんだぁ。あ、でもなんかいい感じの接戦になってる。もしかしたら勝てるかもしれない。あ、この分バードが間に合ってくれました。いきてたーん。よし、あと一息で勝てる。そう、中盤へが到達。いきてたーん。ほんと、このコマ投げは本当に避けづらいっすな。我が鋼の肉体に刺客なし。逃げるなら今のうちだぜ。はい、ということでバーディーを使っていきましょう。相手はザンギエフ。ロカキャラ同士の対決ですね。ただここ先ステージなんだよな。普段は大体どれもステージで対戦をしているので、背景がごちゃごちゃしているっていうのはすごく見づらいです。どうかさっきから飛びを通されすぎですね。は味方同じなんだから、飛んできたものを徹底的に落としなさいよ。よし、これですよ。これ、こちらの対空が出ないのがバレると、永遠と飛んできますからね。対空は本当に大事です。うるさーん。このコマ投げコーヒー、あ、中盤を重ね損ねてきました。置き攻めしっかりしないと。このやられた後の演出を見るのも久しぶりですね。ラウンド2です。バーディーを使って数回対戦をしてみたのですが、バーディーを相手に飛びを使ってくる人はかなり少ないですね。前回のザンギさんはガンガン飛んできていました。対戦中に一度も元気を見ないというのも何度かありました。個人的には今回のザンギエフのようにガンガン攻めるぜってな感じでジャンプをして接近してきてほしいのですが、バーディー相手にはなかなか飛んできてくれないですね。せっかく耐久がよく出るキャラを使っているのに、じっくりと時間をかける地上戦はやりたくないんで。最終ラウンドです。対空で撃つ。そのヒット確認できない。置き技の隙に飛びを合わせられてしまっていますね。タチシューティーが便利すぎて技を出しすぎてしまいます。ゾンビのタチ昇級あるじゃないですか。昇級後のコマなどを意識しすぎて、地味に細かいダメージを受けています。ゾンビのコマなどに当たりたくなるんだよー。ゾンビ戦は本当に余計な深読みをしてしまいます。自分でゾンビを動かしている時は、こんなにコマなどを当てることができず、みんなぴょんぴょん飛んでかわしてくるのに。というか全然ゲージを使えていないですね。バーディーってどんな時にゲージ使うんだろ。私の印象では起き上がり時にスーパーアーマーを放すくらいしか印象に残っていないんですよね。ガンギ相手にスーパーアーマーもなぁと思い、ゲージを使うタイミングを見失っています。スーパーアーマー、これが正しいゲージの使い方。ルパンダイブ最高っす。